皆さんこんばんは、MKです。マインクラフトパート191やっていきましょう。今回はバレンタインデーも近いということで、チョコレートケーキのお家作っていきたいと思います。と言おうとしたんですけど、バレンタインデーは終わってしまいましたね。まあでも MK さんが作りたいので作っていきましょう。いいんですよ。結局時期とか関係なく、作りたいものを作っていくというのが MK さんのマインクラフトですので、よろしくお願いします。はい、まずは茶色のテラコッタを使ってチョコレートの足場を作っていきましょう。茶色のテラコッタはわざわざメサまで行って取ってきました。そう、 MK さんのマップはメサまでがめちゃくちゃ遠いんですよね。5500とか6000ぐらい行かないといけないんですけど、あのエリトラを使ってさっき飛んできました。今後ね、あのネザーゲートというかネザートロックをまた引っ張っていきましょう。そしたら今度はスポンジの部分ですね。前作ったクリスマスケーキでは砂をそのまま使ってスポンジを再現したんですけど、チョコレートケーキのスポンジって茶色いじゃないですか。茶色い砂ってないんですよね。ということで今回はこちらココアビーンズを染料にして、はい、茶色のコンクリートパウダー使っていきたいと思います。そう、 MK さん今までコンクリートパウダー使ったことがなかったんですけど、これに水をかけると綺麗なあのコンクリートになるというアイテムなんですよね。なんですが今回はパウダーの状態で使うことによってチョコレートが染み込んだ、スポンジ再現していきましょう。うまくいくかな。 1,2,3 いいんじゃない。あ、いいんじゃない。思ったよりいい気がする。じゃあこれを使ってスポンジの部分再現していきましょう。そしてバレンタインで終わってしまいましたが、皆さんあの今年のバレンタインの思い出とかありますでしょうか。ぜひあったらコメント欄の方に書いていってください。 MK さんがねあまりにもあの嫉妬した場合は、いいねを押さないのでよろしくお願いします。押しますよ。もちろん押しますので、ガンガンコメントをよろしくお願いします。いや、いいな。なんかバレンタイン、皆さんどうでした？今年好きな子にチョコを渡したというそこのあなたも、好きな子からチョコがもらえたという、そこのあなたもいるんじゃないでしょうか。いや、いいな。 MK さん今年はね、何もありませんでした。はい。あ、でもファンの方からね、たくさんプレゼントいただきました。いつもありがとうございます。ガラスがないね。ガラスを取りに行きましょう。そう、 MK さんにねプレゼントとかファンレターとか渡したいという方は、概要欄にいつも宛先を載せておりますので、そちらの方からよろしくお願いします。事務所に届けると MK さんの方に届きますので、そちらを使って何かくれるという方はありがとうございます。そしたらガラスをポンと、もう一つここにポンつけていきましょう。そしたらまたコンクリートパウダーですね。上に足場ブロックがない。なんでいつも忘れてしまうんでしょうか。MK さん建築するときちゃんと足場ブロック持たないとダメですよってコメントで書いてください。そしたら足場ブロック持ちまして、キノコはもう使わないか。あ、使うか。上にイチゴをトッピングするときに使うみたい。おっと待って、よくない？なんか思ったよりチョコレートケーキ感ないか。ちょっと今遠目から見てびっくりした。はい、そしたらここガンガン足場ブロック上げていきまして、また茶色のたまた茶色のテラコッタじゃなく茶色のスポンジ。あーらーちょっと大丈夫？ MK さん今寝起きで撮っておりますので、若干操作がおぼつかないところがあると思いますが、よろしくお願いします。いや、バレンタインの思い出とかある？大人の方はバレンタインの思い出を、ぜひコメント欄に書いていって、まあ、大人の方でもね、今年バレンタインで好きな人からチョコレートもらえたとかあげたとかって方はいると思いますけど、なんかバレンタインって学生のイベントな気がしない？いや、MK さんだけか。MK さんが大人になってから色恋沙汰が全くないという、そういうのはあるかもしれませんけども、なんかね、学生のイベントな気がする。高校生とかさ、中学生とかがピークじゃない？そうでもない？それは MK さんだけか？モテない人だけかもしれませんね。はい、と言ってる間に、ここの上、チョコレートで埋まりました。そしたら今度はここか。はい、1,2,3。で、1,2,3で、ここを、あれ？合ってる？合ってるかな？まあ、間違ってたらまた後で直しましょう。お、はい、OK。はい、じゃあ、ここも全部チョコレートで埋めていきます。思ったよりこの茶色のテラコッタ、チョコレートっぽいよね。なんかほら、コンクリートパウダー？コンクリートパウダーを使って、コンクリートでチョコを再現しようかなとも思ったんですけど、なんかテラコッタの方がさ、ほら、ちょっとだけ模様がついてるのわかります？ほら、
ちょっとだけさ、丸石みたいな模様がついてるじゃないですか。これをちょっと気に入ったので、こっちを採用してみました。よーし、じゃあ、イチゴを乗せていく前に、一旦夜だから寝ましょうか。はい、じゃあ足、壊さなくてもいいか。まあいいや。一旦寝に行きましょう。クリーパーとかが湧いちゃうとね、せっかくの建築物が壊されてしまうかもしれませんので、ささっと寝ますよと、オッケー。あ、そう、そして MK さん一つ皆さんにね見せたい裏作業があったので、そちらを先に見せてもいいでしょうか。ロケット花火を持ってレッツゴー。前回の生放送か、前回の生放送でやった村の周りの水、そこにね海藻と鮭を放しておきました。よくない？これなんかこう村の川感があっていいんじゃないでしょうか。今後はここになんだろう、噴水とか、あとは歯車っていうか水車か、水車とか、作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お、よくない？待って、チョコレートケーキがさ、 MK さんの予想の37倍ぐらいチョコレートケーキなんですけど、どうでしょうか。はい、じゃあここガンガンガンとまた足場ブロックを乗せまして、いちごと松明立てていきましょう。松明といちご、いや、このいちごをねキノコブロックで再現するというのも結構センスいいですよね。MK さん自分で言ってるわけじゃなくて、確かこれコメント欄でアドバイスいただいたやつです。いつもありがとうございます。そしたらろうそくみたいな感じで松明を立てていきましょう。あとは湧きつぶしという意味もありますね。そしてここの端っこだったっけか、4つまた松明を立てまして、オッケー。そしたら今度は内装か、内装の方を作っていきたいと思います。まずは足場というか階段ですね。階段作っていきましょう。樫の木材でいいよね。なんかこれほら、ポッキーの持つところみたいじゃない？そうでもない？なんかほら、ポッキーとかのさ、色ってこんな感じな気がする。MK さんはちょっと、あとビスケットとかね。ビスケットとかクッキーを意識して、樫の木材でいきましょう。そしたら中はどうなってたっけか？松明がこういう感じで置かれていて、ここにはケーキを乗せる台座があると。そう、今回もね、MK さんケーキ作ってきましたので、こちらを中に飾っていきましょう。本当はチョコレートケーキが良かったんですけど、まあそこまでねわがままは言いません。ぜひマインクラフトさん見ていたら、チョコレートケーキ実装の方よろしくお願いします。なんか来そうな気はするけどね。カカオビーンズ、ココアビーンズか、ココアビーンズを使えばケーキがチョコレートケーキになるとか、よくない？あれ、なんか違うか。待てよ、ここじゃないか。もう一段階手前まで足場あったっけ。MK さんしっかり見てないからそうなるんですよ。ないね。合ってました。階段ブロックをまた3つ置くのが正しいみたいです。こうしてこう、でそしたら松明を左右に置いて、でケーキを最後ど真ん中に置いていきまーしょい。オッケー。いや、チョコレートケーキがいいな。まあでもしょうがないよね。これで中にも敵は湧かなくなったと思いますので、はい、チョコレートケーキのお家、待って、見る前に一旦ここの作業台壊してもいいですか。作業台を壊して、まだだな。周りの松明立てていきましょう。これがねろうそくみたいに見えるんじゃないかという MK さんのなんだろう、ちょっとしたおしゃれでございます。はい、ということで OK、 やっとチョコレートケーキ完成しました。よくない？え、めっちゃよくない？MK、 なんならさ、ショートケーキよりもケーキっぽい気がする。この茶色、いや、このあれがいいな、ドアが板チョコっぽく見えて本当に。そしてイチゴもめちゃくちゃアクセントになっております。ということで、チョコレートケーキとクリスマスケーキ隣に並べることができました。あと何のケーキがあるだろう。なんかもう一個ぐらいケーキの案があったら作っていきたいので、ぜひアイデアがある方よろしくお願いします。なんか金のお家の隣にショートケーキ、チョコレートケーキってあるのは変な気もするな。ここに村人とか住まわせたい。どうしよう、村人連れてくる。まあでもそれは今度にするか。今後はね、ここの門も取っ払って、この辺りをちゃんと囲って、村人が、あ、でもそれは危ないか。村人がこの辺りを縦横無尽に歩き回るみたいなマップにしたいんですけど、それをやるとキツネとかパンダとか逃げちゃいそうだな。なんかそんな気がするね。あんまり、いや、どうしよう、
どうしよう、なんかいいアイデアがある方はぜひぜひ教えてくださいと。あ、マップ更新しとくか。そうだったそうだった、マップを更新しないといけませんね。はい、じゃあここを壊してマップを一旦手持ちに持って、はい、で、おー、更新されました。いいね、よくない？はい、チョコレートケーキも追加されて、村の周りの水路もしっかり見えるようになりました。よーし、じゃあ今後もいろいろ建築やっていきたいと思いますので、ぜひアイデアがある方、コメント欄でよろしくお願いします。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。